はい、こんにちは。はい、はい、始まりました、また。はい、君がズッキーニ第7回目でございます。はい、5月の9日、土曜、野菜市をしている間に収録してやっております。なんか先週から、太田さんギター持ってないですか？はい。もう富田さんがやれと言われたら、もう、何でもやろうかなと思って。やっぱこう発声練習だ。なんかいろいろとね、工夫を凝らして、ね、いずれは歌も収録って感じなんですか、はい、いつかいつかね、まあ、自分 のやれることをやらせていただこうかな。富田もう野菜のことはもう富田さんにはもう足元にも及ばないのでね、これせめてちょっとあの楽器でも持ってこようかなっていうそういう気持ちです。ますか、頑張ります。頑張りましょうか。はい、最近ちょっと寒い日が続いてますけども、はいはい、ちょっと今日はいい天気になりましたけど、やっとそうだなぁ。あの、ゴールデンウィーク期間中はなんとか電気が持ったんです。先週の土曜も確かいい天気だったと思うんですね。はい、で、ゴールデンウィーク期間中にちょっと曇ったんですけど、まあ天気は持ったと。肌寒いです、うん。ちょっと肌寒いです、ね。ところそう、ちょっと寒くなったんですね、はい。はい。で、この週末もどうかなと思ってたところ、このいい天気で。いい天気へ、さすが。何がさすがなんだかわからないですけども。すいません。タイムさんとノリで発車でってばっかり、はい、ちょっと今、さつまいも徐々に植えてまして、はあの、さつまいもってどういう風に植えるか知ってます、うん、これはね、僕が知ってるわけないじゃん。これは、これはぜひあの、全世界の人たちに教えてください。あの、さつまいも、つるが出るんですよ。つる、さつまいも、さつまいも、葉っぱが出る、はいはいはい、つるね、うん、それを、まあ、パツンと切って、うん、それをそのまま畑に植えるだけなんですけども、つるが出てパチンと切って植えるだけ、はい、だから、まあ、トマトだったら根っこがついたやつ植えるじゃないですか。ははそれを何だろう、伸びたやつを切って、それ何、つるを植えるだけ、つるを植えるだけなんですよ、さつまいもは。あ、そう、それがまた何、伸びそこから根っこ、つるから根っこが出てきて、あ、そこが芋になる。あ、なるほど。へぇ、そうなんや。そうなんですよ。へぇ、うん。ないって言っても根っこがついてるやつを売ってるわけじゃないんですよ。はぁ、あ、はぁ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 。あ、そういうもんなんですね。そうなんですよ。知ってましたか、皆さん。知ってました、すいません。僕だけですかね。いや、結構知ってないと思いますよ。そうですか。はい。自分で植える人は知ってますけどね。まあ、そりゃ当然そうなんですけどね。へぇ、なるほど。で、そのさつまいもが、そのさつまいもはまあ、うん、だいたい植えていったんで、まあ10月ぐらいにはできるんじゃないかなと。あ、そんなに先の話ですか。さつまいもは期間が長いんですよ、成長も。なるほどね。これはまた、はい、美味しいのができると思います。ね、うん、そうですか。はい、うん、で、ちょっといい匂いしませんか。これね、今日ちょっとやばい、いい匂いっていう意味でやばいですよ。はい、甘い香りしませんか、うん、本当にね、なんかね、やっぱ季節感じるというか、これはね、甘い。すいません。いや、本当にいい匂いするんです、これ。これなんですか、これ。これ、イチゴです。イチゴの匂いがね、はい、するんですよ、皆さん。やっと赤らんできまして。はぁ、イチゴといえば、この間の表でどうとかこうとか言ってませんでしたか。言ってました。言ってましたよね。結構来てますよ。やっぱ影響というか、もうあれでダメになっちゃったのも多い。あります。あ、でも食べられるものもある。食べれるものもあります。うん、そうですか。はい。そうですね。うちのお客さんでございます。ちょっと集団。はい。再開でございます。なんだよ。練習しとったわよ。このイチゴですけれども、見てください。このひょうこんな風にね。まあ、なんかまあ傷ついたような感じになってる。おう、こんなんがちょっとできたりしたんですよ。本当だな。はい。これは何、汚れてるってわけじゃないの、これは。ひょうが当たって、まあ傷がついて白くなんか、へー、軽くえぐれた感じみたいだったんですけども。へー。これは土なん？土です。なんだよ、こっちかい。へぇー。なるほど、傷ついてます。イチゴが。
こうなるとやっぱりちょっと売り物にはならないということで、大損害でございましたね。なるほどね。いちごの良い選び方ですけれども、うん、まあいちごね、基本はね、その緑のヘタがこの新鮮なやつね、うん、あんまり干からびてないやつです。はい、あとまあそのてっぺんですね、本体じゃなく、本体じゃなくてっぺんですね、そこを見るというのが、はい、あ、見分け方ということですね。ちょっと形がボコボコになってるやつあるんですけれども、うん、それはちょっと受粉がミツバチさんがちゃんと働いてくれなかったやつなので、うん、あんまりボコボコなのは避けた方がいいと思います。あ、なるほどなるほど。あとそのつぶつぶ種があるじゃないですか、それがやっぱり均一にね立ってるのがいいと思います。へえ。で、まあ、あとまあ基本ですけども、うん、買うときはパックに入ってると思うんで、その裏を見て、うんうん、あんまり汁が出てビチャってなってないの、なるほど、選ぶっていう感じだと思う。いくつか言ってもらいましたね、今ね。はい、はい、メモっときましょう。たまには、はい、たまにはそういうことも言っとかないとね。そうですね、富永さん。わかりました、ありがとうございます。あとね、あのミニカボチャっていうのを今育ててるんですよ。はいはい、ちっちゃい手のひらサイズのができるんですけども、うん、それを畑に植えました。うん、まだこの時期ちょっと寒い日が来たりするじゃないですか。それを、まあ、寒さから守るためにちょっと肥料袋を、うん、まあ、両方上下切って筒状になるじゃないですか、袋、うんうんうん、それを植えたやつにかぶせていく、うん、アンドンって言うんですけども、畑が近くにある人は見たことあると思いますけども、そういうのをして寒さ対策などなどしております。なるほどね。はい、それは 今の時期特有のことなんですか。そうですね、うん、もうちょっと暖かなっては外すんで大きくなるし、うん、なるほどね。はい、いやー、いろいろと、そうですね、まあ、いろいろと仕事がありますね、トレーナーさん。いうことあるんですけども、ちょっといろいろ出んなことがあって。いや、いいじゃないですか、出ればいいと思いますよ。いいじゃないですか。なるほど、はい、ちょっと待ってください。だから今日、はいはい、え、何ですか。そろそろ時間なんで。そろそろ時間とかって、今もなんか、うわ、止めちゃう、うわーって今も言われてたじゃないですか、富永さん。はい、はい、まあミュージカルジロハッターなんですけども、今日もこれから練習いきますね。はい、ね、この練習があるせいでなんかいろいろ予定が来るって、僕大変ですわ、もう。なるほどね。今日もね、まあ、チラシ負けなかったし。ああ、そっか、うん、まあ、まあでもね、それはでもその日のためにね、そうですね、頑張ってくださいよ。5月30日土曜日か。土曜日です、新神戸オリエンタル劇場。あ、土曜日か。あ、日曜日と思っとった。夜7時。あ、なるほどな。からです。ああ、土曜日の7時ね。 OKOK、はい、ぜひ聞いてください。ああ、よしよし。で、まあ、ミュージカルジロハッタンっていうのは、うんうん、児童小説家森原さんっていう人がいらっしゃって、はい、その方が書いた。森原さんっていうのはこの田島の方なんでしたかいな。まあ、疎開みたいな感じで、たぶしか田島に来ておられて、そのモデルにな、ジロハッタにモデルになった人が和田山にいらっしゃったんですよ。なるほどね、なるほどね、うん、まあ、それを、まあ、ちょっと脚色もしつつ書いたのがその児童小説ジロハッタ。もう和田山の方ではかなりメジャーですけれども、まあ、第二次世界大戦の時ですけれども、うん、まあ、親友だった深夜が戦争に行ってしまったりとか、うん、いろいろ出来事があったんですけども、その知的障害者のそのジロハッタンという人の純粋な目を通して、うん、その時代を映し出してる作品です。うん、なるほどね。はい、どんな見どころみたいなんですか。まあ、物語というかストーリーがあると思うんでね、うん、言えるところとかそういうのあると思うんですけども、やっぱりその人との交流ですかね、心のやり取りとか、うん、それを綺麗な音楽に乗せてやってますんで、ね、うん、まあ、何回か上演はしたことがあるんですけども、うん、なかなかの好評で、うん、今回もね、ぜひいいものにしていきますんで。これ、トメちゃん初めてやったのいつ頃なんですか、これ。もう何年ぐらい前。もう 5年とか6年とか7年とか、それぐらいになるわけ。豊岡市民プラザができた時ですか。あ、何ですか、ね、じゃあまだ5年や。5年ですね、うん、今年5年だもん。その時初めてやった。はい。ああ、そうか。へえ、すごい。とめちゃん主役、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょうか。はい、はい、じゃあまあそろそろ、うん、時間ですので、はい、また来週も来るんか、とめちゃん。来週もやるか、これ。はい、やりますか、はい、この番組もやりますか。やります。わかりました、頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。